N マーク N マークは1959年から1987年頃まで松下電気産業や松下電工のロゴタイプとして制定されていたマークである。現在もパナソニックの登録商標である。1937年に制定された旧ナショナルマークを N の中に入れたものである。ナショ文字と同じくカタログや商品の裏、CM や看板などにすり込まれていた。 製品には、ナショナル、または、ナショナル、ロゴと共に記されていた。使用終了後の1987年から1994年頃までは、主にプラグに用いられた。かつて発売されていた、ハイライトなる名称の蛍光灯や、白熱電球には N だけ外した表記もあった。N マークの種類は2つに分けられる。テレビでの使用は、 1950年代から1987年3月までである。なお、ナショナル劇場での N マークはバージョンに応じて大きさが変化している。ありがとうございます。